クトインターナショナルスクール代表の太田夏樹です。アロマパルファンというですね、言葉を初めて聞く方が多いと思うんですけれども、アロマイコール植物の香り、パルファンイコール香水を意味します。アロマパルファンとは天然 100% の植物の香りのみで作る香水のことを言います。アロマパルファンとは天然 100% で作る香水のことを言いますが、実はもう一つですね、とっても大切なポイントがあります。それはアロマパルファンに調香する精油の一つ一つに深い意味やメッセージを込めていくことです。エッセンシャルオイルがこの液体になる前の植物としての生きる姿、形、育つ環境を考えて、その植物の持つメッセージやストーリーを香水、アロマパルファンに込めていくことが最も重要なポイントとして考えています。ちょっと分かりにくいかもしれませんので、ある精油を例にお話をしてみたいと思います。皆さん、ユーカリという精油はご存知ですか？ユーカリは、日本人の方はユーカリと聞くと、9割以上の方がコアラが食べる葉っぱと想像する方が多いんではないかなと思います。殺菌だったり花粉症だったり、どうしてもですね、こう効果効能のイメージが、先に来ると思うんですけれども、実はユーカリの植物というのはオーストラリアでは国土の 70% 以上を占める、植物なんですね。そしてオーストラリアの秘境タスマニア島というところに行きますと、なんと木の高さが100メーター以上にもなる、大木もあると言われています。あっという間に大木に成長する姿からユーカリは殺菌とか花粉症以外にも行動力とかこうモチベーションを上げていくという意味やメッセージを持つことにつながります。ほとんどの方がですね、おそらく見たことがないユーカリのすごくユニークな姿というのがあるんですけれども、ユーカリは樹皮がですね、ものすごく何度も何度も剥けて真っ白な肌を何回もこう見せていく姿っていうのを持っているんですね。で、ここの姿から人生はいつでもやり直せる、リセットできるというような力強いメッセージも持っています。何かこう失敗してめげてしまった時にも、ユーカリのこの力強いその姿からエールをいただくこともあります。アロマパルファンではこのように一つ一つの植物の深い意味を考えて香水に込めていくことがとっても大切なポイントになります。アロマパルファンセッションとは、お客様と一緒に世界でたった一つのアロマ香水、アロマパルファンを作るサービスのことを言います。そのサービスができる資格が一般社団法人日本アロマパルファンヌ協会認定のアロマパルファニストの資格になります。アロマパルファニストの資格とは、プロとしてお客様にオーダーメイドの香水を一緒に作り上げることができる資格になります。約1時間ほどのカウンセリングをしていき、その方のなりたい理想像を一緒に描き、約42種類の精油の中からぴったりな精油を選び出し、天然 100% のアロマ香水、アロマパルファンを作ることができるようになります。マンツーマンで行うラグジュアリーなサービスから、グループで行うレッスンのサービスもできるようになります。アロマパルファニストになるまでには、まずアロマパルファン検定から学んでいきましょう。アロマパルファン検定とは2級
1級と2日間で7つの精油について学ぶ資格になります。これまでの精油の学びとは全く違う角度から深く学んでいきます。一つはエッセンシャルオイルが液体になる前の生きている姿、育つ環境、歴史的背景からどのようなキーワードやメッセージ、ストーリーを持っているのかを学んでいきます。そして調香という角度から精油を学びます。ブレンドをする時の比率を脳内で決めることができるように、強度だったり濃度、湿度など専門分野を詳しく学んでいきます。この2日間でアロマで香水を作るための調香の基礎の知識を身につけることができます。アロマパルファニストになるまでにはアロマパルファン検定から学んでいただき、次のステップはアロマパルファンアドバンスというコースになります。このアロマパルファンアドバンスではアロマパルファン検定からさらに精油が増え、約20種類の精油について調香という角度からの学びと植物的背景から精油のメッセージやストーリーについて学んでいくことができます。そしてですね、実習も多く踏まえ脳内調香の訓練をしていきます。脳内調香というのは各テーマがあって、こういう香りを作りたいなとイメージしたらそれを思い通りに再現できるというレベルまでですね、スキルアップしていくための調香の訓練をこの4日間で徹底的にしていく内容になります。皆さんは香水にトップノート、ミドルノート、ベースノートという言葉があるのをご存知ですか？アロマパルファニストがお客様に世界でたった一つのアロマパルファンを作り上げるときにも、このトップノート、ミドルノート、ベースノートごとに精油を構成して組み立てていきます。例えばトップノート、これはアロマパルファンの第一印象を決める部分になりますが、アロマパルファンをこうシュッと吹いた時にどういう気持ちになりたいのかというのをお聞きし、この精神的な気持ちをどういうふうに持っていきたいのかというのを考え、何の精油が一番ベストなのかというのも選んでいきます。トップノートには柑橘系だったりスパイス系だったり、こう比較的軽くですね、インパクトのある精油が多いんですけれども、その方の気持ちに一番ぴったりな香りというのをそのトップノートの精油から選んでいくことができます。次にミドルノートです。ミドルノートは別名ハートノートとも呼ばれているアロマパルファンでも主役の部分でとっても大事なパートになります。特にですね、バラやジャスミン、ネロリ、リンデンといったようなこうラグジュアリーなお花の精油だったり、葉っぱから取れる精油なんかもこのミドルノートには属しますが、アロマパルファンではここで理想の女性像とはどういう方なのか、理想の男性像とはどういう人なのかというのを一緒にこう具体的に描いて、ミドルノートの精油でいうと何が一番ぴったり当てはまるのかというのを考えて一緒に選んでいく作業がございます。最後のベースノートなんですけれども、これはアロマパルファンでも最後まで残る余韻のパートになります。長くこう続く香りだからこそ、例えば木の香りであったり樹脂の香りであったり、重めの香りがベースノートには比較的存在するんですけれども、このアロマパルファンを通して長期的に長くこう思い続けていきたいことだったり、
叶えていきたい夢だったり、ずっと心に深く思っていたことだったり、こう潜在意識やですね、すごくその人の深層心理の深い部分とリンクすることが多いですので、このベースノートも本当に真剣に声優を選んでいくことになります。第一印象の気持ちとリンクするトップノート、そして理想の 女性像、男性像とリンクする主役のミドルノート、そしてこれから長く思い続けていきたい強い気持ちとリンクするベースの余韻を残していくベースノート、このトップ、ミドル、ベースノートを丁寧に一つずつ選ぶことによって、人生が変わるような魔法の香水アロマパルファンが出来上がっていくことになります。アロマパルファニストになると、お客様にですね、理想の女性像、男性像をお聞きして、その方がこう理想に少しでもこう近づいていけるようなアロマパルファンを一緒にお作りするという過程があるんですね。で、そのために実際のアロマパルファン講座では、まず自分自身がどういう女性像、男性像を理想としているのかというのを描き出し、自分に必要な精油は何なんだろうかというのを考え出し、まずは自分のために理想の女性像に近づくためのアロマパルファンを作り上げるという授業があります。今日はですね、3人の女性たちとこの理想の女性像を作り出すアロマパルファンの一部始終を皆さんにご覧いただければと思います。